はい、こちら、博麗統合環境制御株式会社です。前回に引き続き、惑星開拓を進めていきますよ。で、マリサは何やってるんです？うん、社長室を作っていた。社長室？私の部屋ですか？そうだ。私はサバイバルは得意だが業務能力はいまいちだと自覚してな。この星の開拓事業については、やはり社長たる霊夢に頑張ってもらわねばならない。ならば社長室の一つや二つは作っておくべきだろうと思ったのだよ。本音は？霊夢をおだてて仕事してくれたら私楽ちん。いやそんなことは思ってないぞ、ふふ。うっかりが過ぎるお口ですね。まったくな。はっはっは。今度一緒に惑星中の素材拾いをしましょうね。何日ぐらいかかるかな？5万年ぐらいですかね？それは楽しそうだ。アホなもの作ってないで、早く探索準備をしてきなさい。はい。ふう、まったく。この部屋はありがたく使わせてもらいましょう。社長室。ふふ。では気を取り直して、今回は、あの砂がボワボワしているところの洞窟を探索します。あんなところに洞窟あったんだな。素材拾いをしている時に近づいて、ここ洞窟だったんだと気づいたんです。今回も衛星基地、元一社ビルを作るのか？まずは偵察だけしてきましょう。拠点があった方が良ければ居住区を作ります。支社ビルだよ。はいはい、支社ビルを作ります。おお、すごい景色だな。生身だったら、目に砂が入りまくりますね。洞窟の中も砂が落ちてきてるんだな。崩落しないか不安なので、ちゃっちゃと探索を済ませてしまいましょう。特に珍しいものはないかな？お、右に赤く光る何かがあるぜ。これは見たことがありますね。ヒーターに使うエリジウムだな。これはゲットです。もっとあるかな？レアアイテムなんじゃないか？少しでもあればヒーターを増設できるんですけど。あ、あった。実はそんなに珍しいものじゃないのかな？どうなんでしょうね。もう少し奥まで行ってみましょう。なんか赤いものがキラッキラしてるぜ。これ全部エリジウムですね。採掘し放題だ。あら、アルミまであった。すごいな、ここ。今まで手に入らなかったものがたくさんある。これは死者設営で決まりですね。腰を据えて採掘しようぜ。ぬ、なんかあるぞ。収納箱ですね。と思ったらゴールデンクレート？見たことないものが、いっぱい入ってるぜ。ウラニウムロッド。物騒ですね。金の肖像。ロケットのフィギュアかな？おお、酸素上数 600% の種だ。これはゲッチュですね。荷物いっぱいになりました。一旦引き上げよう。はい、準備を整えて戻ってきました。じゃあ、早速支社ビル作ろうぜ。支社って言いたいだけじゃないですか。まあ、いいですけど。収納箱も作っておきます。ロッカーじゃなくていいのか？鉄があったら拾ってロッカーにしましょう。イリジウムで満腹だな。しばらくは採掘しに来なくても大丈夫ですね。おや、いつの間にか外に出ちゃったぞ。あ、あそこに墜落船があります。ちょっと近づいてみましょう。私たちが知ってる船じゃないよな。本社はあっちですから初見ですね。次の探索目標が決まりました。一旦戻って、あの船を攻略しに行きましょう。了解だ、社長。と、その前にちょっとヒーターを作っておきましょうか。イリジウムが大量に手に入ったからな。使わないともったいないぜ。せっかく入手した材料も、テラフォーミングを進める設備にしないと意味ないですからね。よっしゃ、数値がどうなってるか、モニターを見に行こうぜ。なんだ、この無駄な空間は。正直、ちょっと広げすぎた気がしないでもないです。酸素の上昇率がいいですね。温度と気圧は今一つだな。墜落船の探索から戻ったら、それぞれテコ入れしましょう。ついでに、新しく作れるようになったものを作ってみましょうか。それは楽しみだな。はい、じゃあ、墜落船へ向かいますよ。いいものあるといいな。はい、到着。岩がボロボロしてるのは、さっきまで隕石が降ってたからだぜ。もはや漁みたいなもんですね。入り口どこかな？これはエンジンだし。しかし、今までで一番でかいな。本社近くの墜落船は、これの一部なのかもしれませんね。あ、ここから入れそう。入れた。じゃあ、近くに支社ビル作ろうぜ。そうしましょう。この辺りかな。ちょっと高くないか。ジャンプすれば平気ですよ。よいしょ。なぜジャンプを。まあいいか。毎度おなじみ収納箱も作ります。じゃあ、ちょっくら探索と行きましょう。
かり墜落船慣れしたな。結構、中も広そうだ。迷わないように気をつけましょう。まず左から行きます。はしごがあるぜ。上に行く前に、ここを物色しましょう。何もないですね。何もないな。では上に行きます。上に来ました。何もないですねー。おいおい、期待外れだな。巨大な船だけにお宝ザクザクだと思ったのに。もう、そのあたりのパーツを引っぺがしていきましょうか。あ、あった。まず超合金回収。バイオプラスチックナゲット食べられるのか。食べられはしないようですが回収。こっちはどうかな。超合金とウラニウムだな。ですね。はい、次行きましょう。赤い棒はイリジウムロッド。さっきのナゲットと、また超合金。あとウラニウムかな。こんなものですかね。意外と大した収穫にならなかったな。死者で荷物整理してから戻ろうぜ。そうしましょう。戻ったら、いろいろ作ってみましょうね。おうよ。材料 OK。まず何から作るんだ？バイオドームを作りましょう。植物を育て、酸素を生成するのに最適な場所。酸素を作るんだな。秒間135の作成です。ちなみにベジの T3 が秒間13。すっげえ、10倍だな。すでに温度と気圧を突き放している酸素ですが、これによって、さらに差が開くことでしょう。おお、でかいな。中にベジチューブが入ってるぜ。入り口を探しましょう。ないですね。自分で作らないといけないんじゃないか？そんな気がします。ドアの素材を持ってこなかったので、ロッカーまで取りに行ってきましょう。はい、取ってきました。入り口はこっちでいいか？反対側と違いがわからないので、こっちでいいでしょう。お、酸素が回復したな。これを死者ビルに使うのもありかも。超合金を3つ使うのでコストが高いですよ。バイオマス？ここに来て新たな指標が現れたな。バイオマスということは、生物資源の量ですね。目に見える動物に限れば、オキアミが最大です。アリと人が同じぐらいだったな。植物を作れってことですかね。まだ早い気もしますが、そのうち使うことになるんだろうな。そうですね。次行きましょうか。と思ったら、グラススプレッダーなんてものがありました。グラスは草だよな。草をばらまく装置ってことか？どうやらそのようです。この惑星に、初めての植物が発生するんだな。室内ではナスを作っているから、厳密には、地表では初めて、ですけどね。ただの酸水域に見えるが、一緒に種をまいてるのかな？バイオマスが秒間 0.15g 増えているので、そうみたいですね。バイオドームのモニターを見に行きましょうか。7g になってる。この惑星に生物が発生しましたよ。なんか、すごく嬉しいな。この勢いでどんどん行きましょう。新設備作成は楽しいぜ。次は、大気水コレクター？大気水かな？読みはわかりませんが、大気中にある水分を集めてくれる機械のようです。つまり、水確保のために氷を拾う必要がなくなります。それだけでも、かなりの時間節約になるな。業務自動化。RPA というやつですね。あら、空っぽ。時間がかかるんじゃないか？多分そうですね。後で、また見に来ましょう。はい次、発展型クラフトステーションです。メニュー画面だと水槽に見えるな。水槽に見えますね。実際に作ってみましょう。なるほど、3D プリンターなんだな。イリジウムロッドが作れますよ。ウラニウムロッドも。超合金って作れるんだな。新作バックパック。酸素タンク。ロケットエンジン。おお、ジェットパックなんてものがある。ロケッティアだな。なんですそれ？そういう映画があったんだよ。元はアメコミだけどな。子供の頃にテレビで見て憧れたもんだ。いや間違えた。ネットで見たんだネットで。何をごまかしてるんです？何もごまかしてないぜ。私は開始って雨降ってるぞ。おお、感動の雨ですね。大気と温度が上がったことで、惑星の氷が溶け始めたんでしょうね。その水分が雨という形で循環してるんだな。進捗モニターを見てみよう。現段階は雨。次は液体の水。雨は液体の水じゃないのか？地表に溜めろってことですかね。つまり、湖や海を作れと。雨が降り始めたんだから時間の問題だな。そうですね。水といえば作った設備たちはどうなりましたかね。草だ、草が生えてるぞ。想像した以上にわっさわさ生えてます。地類や苔から始めて、とかじゃないんだな。一足飛び日誌植物でした。
でも、色的にも緑があると嬉しいですね。これはもっと広げていきましょう。そのうち森ができるといいな。そこまで進めば、もう私たちは用なしですね。大気水コレクターもチェックします。お、水ができてるぞ。飲み放題だ。今後の水作成の手間がなくなりますね。余った工数を別の作業に割り当てられます。我が社も着々と前進しておるな。そうですねって、何のキャラですか。では最後に、原子炉を作るところを見ながら、今回はお別れです。物騒だから、気持ち離れた場所に作ってるぜ。作らなくていいなら作りたくないんですが、発電効率がソーラーパネルの4倍ですからね。いろいろ考えちゃう話だな。本当に。それじゃ、引き続き、我が社をよろしくな。ご視聴、ありがとうございました。ちょっとだけでも面白いと思ったら、チャンネル登録よろしくだぜ。